ペースは全然動いてないですね。ひょっとしたら須郷はこいつでいけるかもしれませんよ。あー、いってー、登れた。ちょっと今弓見えたから危なかった。これがいいね、このカモス酢醤油がすごい合ってます。本日の動画は九州ツーリングです。不定期連載です。1号機 DT200RR3XP を積んで九州に遠征ツーリングに出かけました。その第10回吉牟田林道その2です。場所は熊本県吉牟田林道です。その1に引き続きまして、高原林道に期待を込めて、もう大崩落は勘弁よと、山岳林道をやめましたと。まあ途中までいいですね。その1はもう全部きれいに抜けてました。吉牟田水源で美味しい水も調達できましたね。ところがですね、視線がうじゃうじゃとあるんですよ。はい。ですので分岐の度に停車して山マップ確認と。で、前半での終了はですね、二股分岐が出てきて、どっちに行くんだろうと。右を選ぶか、左を選ぶか。選んだ方によっては、そちらがまた崩落で通行止めっていう可能性もありますからね。運命の分かれ道です。はい。選んだ道が干ばつしていることを祈って進んでいきます。それでは本編どうぞ。ヤマップによるとですね、このくるみ線の方ですか、右側、こっちの方に行く方がよりダートが長いみたいな書き方になってます。なので、右側で行ってみたいと思います。で、右側で行くとその後ですね、なんか点線になるんですよ。あ、入り口だけダートにしてあるんだ、あえて。だよね、これ。そうだ。へい、到着。くるり線。出ましたね。ただいまの動画を地図上で振り返ってみたいと思います。ヤマップさんの地図です。大写しになりすぎていて、ちょっとどこがどこやらという感じではあるんですが、はい。二股が来てどっちに行ったらいいだろうと迷って、右に行こうと決めたのが今丸印を打ったところです。はい、ここが二股分岐、右に行きました。で、この青く辿った線ですね、こちらの林道。これは、吉牟田林道ではなくて、くるみお線という林道でした。で、終点というのは、今ですね、くるみお線の、文字と矢印が引っ張ってあるところを支点として、この二股分岐のところ、上の丸印のところ、これが終点なので、くるみ寄せの終点なので、終点という札があったようです。で、そのくるみ寄せの支点っていうんですかね、私の経路だと終点がこちらです。どうやらブログの人が書いたやつは、あそこのもっと先でしたね。でもこっちでも行けるはずなので、こっちの夏目川の方で行ってみたいと思います。これでも行けるはず。で、しかも大して変わらない。んじゃまた丸山ハイランド 2.8 キロ、こっちだね。ということは、あ、これ夏令川で来て正解ですね。
はい、丸山ハイランド 2.8 キロ看板がありましたね。さて、おそらくこれ左だろうね。え、ちょっと待って。農家レストラン、これかな？ちょっと、止めまーす。それでは、ただいまの動画を地図上で振り返ってみたいと思います。この地図上の黄色い線は、県道152号です。で、最初のですね、夏出川林道という看板が見えたところ、これ下の方に今出てきた、丸印、青い丸印の部分です。で、そこから走りました。で、その、まあ、本線といいますか、ある程度太いですね、アスファルトの道に合流したんですけれども、丸山ハイランド 2.8 キロという看板があったなというふうに言ったところです。それが今のオレンジの丸の地点です。で、そして、北上します。で、北上して、三叉路に突き当たりまして、これどこ行けばいいんだと地図で調べたところ、それが今出てきたこの赤い丸の部分になります。どうやらこれ右で良さそうです。うん。で、よいしょ、おっと。実はもうちょっと右に、わお。またさらにぐっと迂回してるルートがあって、で、そこからの方がもっと、ダートの距離稼げそうですよね。あ、ちょっとミラー畳んでない。また降りちゃうじゃん。じゃあ行きましょう。またフラットですな。微笑みの森って書いてあります。夏目石線か。これはどっちですか？支線？夏目川林道6支線。って書いてあります。ちょっと調べます。わかりました。これをですね、今まっすぐ行くと、その、さっき言ってた、もっと右が、右がっていうか、もっと、ダートをたくさん走れるんじゃないのって言ってたところです。ですので左に行きますと。いやまたここで急にアスファルトの舗装になって、うわーなんかある。なんか山小屋がある。うわここにもある山小屋が。漁師小屋かな。ここだけアスファルトってどうなのっていう気はしないでもないけど、こっち待って、夏目川作業道、
多分これはね、そのままでいける。こっちは作業道ね。これ本線こっちでしょ。なんかそこだけに分岐あるね。うわお。あ、これ分岐じゃなかった。多分広場ですよね。あ、出てきた。さっきのだ。出てきましたね、逆側から。ただいまの動画を地図上で振り返ってみたいと思います。スタートといいますか、再スタート地点の、サンサロのようなところですね。はい。今、マウスカーソルでぐるぐる回りているところです。で、この黒い線を、北上しました。どんどん北上しまして、あ、分岐、どっちに行けばいいんだ、と言って、直進すると、どんどんダートの道を稼げる方だな、というふうに言ってたのが、こちらですね。今、マウスカーソルが。これ、すごいんですよ。ずっと続くんですよね。こっち走っとけばよかったなぁ。もうなかなか、このエリアですね。このエリア、ダートでぐるぐる走れることになりましたから、ただ私は左折しましたので、今、マウスカーソルが動いている点ですね。で、交差点のようなところありました。でそれは直進方向に進みます。といって、それでずっと進んでいくと、はい、ここの二股ですね。こちらがクルミオ線です。左側。で、えのこのくるみお線との合流地点に、合流してきたということになります。だからさっきね、こっちに来ても行けたんですよね。結局。下まで。ちょっと待ってくださいね。なんで今急に止まったかというと、行きの時に見た吉牟田支線49っていうのがあって、これをちょっと調べます。なんか、山っぷによると登山道みたいになってくる。でもなんとなく、この、今進行してきた方、まっすぐ進んでいくところと、結局はなんか合流できそうにも、見えますが、ですね、今日はちょっと、進行方向のままで行きます。来たー、分岐ー。はい、これ右です。分岐ですね。行くときにこれ調べてね、道を。うん。で、今来た方に来たわけです。で、お水汲むところにはもう行かなくていいので、これは右に行ってですね、で、県道に出て、おお、なんか今までとはちょい違う。今までとちょっと一味違う路面ですね、これは。玉砂利敷きみたいになっちゃってる。
行けないことはないような気もするけれども、怪我もする可能性あるね、これ。これだこれだ、間違いない。あ、キシムタリンドあった、ヨシムタリンド、これだね、間違いない。よし、来た来た来た、ここだ。意外と早かった。で、これ左ですね。もし落ちたらこれ絶対に上がってこれない。おお、すごい。どうもー、こんにちは。はい、道が切り取った、行けた。行けるんだ、これだと行けるんですよ。俺あそこ前しかできんっつったよ。ああ、はい、下に車があるけど。ああ、なるほど。私が来たってことはあんまり倒木はない場合な。ないです。うん、道邪魔してる倒木はなかったです。いや、もう上でもう一人人が切れるもん。はい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 、お疲れ様です。はい。よっしゃ。あぶねえ、こけた。うわー、怖いよ。いや、こけそうだ。いやー、やりました。今日のダート走行終わりです。やりました。それではただいまの動画を地図上で振り返ってみたいと思います。山っぷさんの地図です。再スタート地点はですね、ここです。この830という数字が書いてあるところ、どんどん下っていくところ、吉牟田水源があるところですね。ここ吉牟田水源でしたね。で、ここも行ったので、今ですね、黒い線、これを、ずっとたどりました。はい。で、南阿蘇グリーンロードに乗り換えまして、で、ここの十文字って書いてあるところの分岐ですね、これは右折しました。こちらですね、この三叉路、これが朝ですね、突き当たって、これどっち行ったらいいんだって言ってたところですね。一番最初に騒いだところです。で、これ戻りまして、ずっと山を下り、川沿いの道に、なります。はい。どんどん進んでいくと、川沿いの道になりまして、さらに下ってこの辺かな。で、この辺で おじさんに話しかけられたんですよね。はい。もう行けたのかいみたいな。で、これさらにどんどん下っていきまして、さらに川沿いの道を、はい、下って、ここで県道225号で須高天神橋に合流したと、こういう経路でした。あ、無事、帰ってきましたね。はい。無事帰ってきました。今日の林道は、まあ、どちらかというと、フラット。かなりフラットでしたね。全部抜けてました。通順橋まで、なんかほぼダートで行ったような感じで。いや、最高に楽しかったですね。はい。ようやくなんか林道を満喫したような気がします。今まではなんかノコで切って、で、行って大崩落で、行き止まりみたいな、そんな感じでしたからね。いやー、九州楽しいっすね。もっといろんなところにいっぱい林道があるはず。うん、今度、もっと時間をとってですね、ゆっくり来てみたいと思います。ありがとうございました。まとめます。前編後編2回を費やしました吉牟田林道です。これはいい林道ですね。おすすめです。もう一回行きたい、九州。グリーンロード南阿蘇で、南北に分割されているような感じですね。で、北の方ですね、の部分は、まあちょっと傾斜が急という、そんな感じです。はい。南側の方はですね、距離が長くなりますね。視線も多いかな。
で、斜面をですね、横切っていくような感じで進むんですよね。で、なかなかこう、もう楽しいですね。路面の状況も、変わりますし。で、途中で吉牟田水源に立ち寄ることができますね。もう夏なんか最高ですよね。はい、水、どんなに積んでも足りないですからね。ここの水美味しかったなぁ。で、もしですね、ここの視線をすべて舐めてったら、丸1日かかっても本当に全部いけんのかなっていう感じですね。で、ここは1日かかりで楽しめる、いいエリアだと思います。はい、実はですね、九州に来まして、唯一、ノコギリを使わずに、間伐できた林道ということになりました。また九州行きたいなぁ。ありがとうございました。